厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。胸圧展開、志願兵、義勇軍続々と帰国を希望するウクライナ人、隣国ポーランド国境に集結。デンマーク政府、国民のウクライナ義勇軍参加を容認。デンマークのフレデリクセン首相は27日記者会見し、デンマーク国民がウクライナへ行き、ロシア軍と戦うための国際義勇軍に参加することについて、これを妨げる法的な問題はないと語り、容認する姿勢を示した。ウクライナのゼレンスキー大統領は、これに先立ち、ロシアのあれと戦うための支援を世界に呼びかけ、各国のウクライナ大使館へ行き、国際義勇軍に参加登録してほしいと訴えていた。また、ロシア軍によるウクライナあれが開始されて以来、これまでに約36万8千人が、ウクライナから隣国ポーランドや周辺の国に避難したが、反対にロシア軍から祖国を守るため、帰国を希望する男女もいる。ポーランド国境警備隊によると、2月24日のロシア軍あれ開始から27日までの3日間で15万6千人がウクライナから避難してきたが、同時期に2万2千人がポーランドの国境を越えてウクライナに帰国したという。ウクライナのゼレンスキー大統領は首都キエフにとどまり、ウクライナ軍兵士の士気を鼓舞する一方で、18歳から60歳までの男性が国を離れることを禁止した。さらに、ウクライナ当局は外国人義勇兵を募っており、10万人以上が志願したと伝えられている。ポーランドには推定100万人のウクライナ人が住んでいるが、同国南東部でウクライナと国境を接するプシェミシルには、ほとんどが男性だが、数千人のウクライナ市民が長い列を作って帰国する交通手段を待っている。その隣では避難先を書いたボードを手に乗客を募るポーランド人ボランティアの姿も見られた。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。自分が死ぬかもしれないのに正義ってやるんだな。俺は勘弁だけど義勇軍すげえわ。今の時代に義勇軍とか。胸圧展開だな。プーチンは外国勢末奪の準備してるだろうしな。的になりに行くようなもんだね。おいおい、これを言い出すと、なし崩しで、NATO とロシアが、全面あれに入らんか？そりゃ義勇軍って言っても、早い話は傭兵ですし、国旗を背負っているわけではないと。いう建前なんだけどさ、現状でもウクライナの優勢なんだし、後方支援だけで止めておけばいいと思うがな。義勇軍ってのは要するにボランティア、ミリシアだからな。武装した有志の民間人、ウクライナ側が無関係な民間人はちょっとと拒否しなければ法的には問題ない。戦時法で立場が守られるのかどうかだけちょっと心配だが、民間人が遠投に参加すると個人の罪に問われるからな。ロシアがすでに民間人降ろしてるんだから、戦時法云々に意味があるのかどうか、ロシア側のあれあれとは別の問題だけど、さすがに何らかの個人免責がされるようには取り計らわれてるんだろうな。キエフ近くのロシア車列 65km って、すさまじい物量あれ始まるんや。無差別市街地戦、あれ始まる前に、制空面で EU が助けてあげろよ。これ、どこから通ってくるのか。丸見えだから、ルートになってる道路を寸断されるだけで、少なくとも数時間は役立たずになるんだよね。地雷に一つ引っかかるだけで、こういう車列行動は1時間くらいは止まっちゃうからね。
後続部隊の展開と兵站がうまくいってない証拠だ。一国でも義勇軍を容認すればそれに続く国々は出てくるよ。正規軍が応援に来なくて逆探してるところに義勇軍は来るらしいぞという一報が伝われば前線の士気も回復するしな。孤立無援でないというのは何よりの心の支えになる。まあロシアがクリミアを乗っ取った時も義勇兵がうんぬん言ってたからな。ウクライナが同じことしてきても文句を言える立場じゃねえよな。義勇兵といっても大半は後方支援の一般人。仕事はいろいろあるから安心して参加してええよ。砲撃や空爆食らったらさよならやが、というか炎上でいきなり素人が銃を持って活躍なんてできん。つうか本人が犬だけならまだしも味方に被害拡大するから絶対に素人は前線に出さない。 NATO 軍ではなく義勇軍か。なるほど、 EU にはその手があったか。これシューちゃんどうすんの。これからどうロシア擁護してくの。経済制裁で青息吐息のロシアにとっては中国は命綱だからな。中国としたら安全にロシアに恩が売れるのはでかい。このままだと価値観共有していたロシアがこけて中国孤立すんじゃねえの。今ロシアに頼られても別に中国も嬉しくないだろ。下手に助けて制裁受けたらロシア人の火にならないぐらい国民が荒れるぞ。プーチンがスウェーデンとフィンランドまで掌握したのが効いたんじゃね。そりゃプーチンが民間人大虐圧やらかしたんだから。あれ経験したヨーロッパは域中から義勇兵大量に集まるんじゃないか。あれの脅威をかざして仮にキエフ落としてもロシアの負けは確定だろ。出兵拒否った兵士もいるみたいだし、反プーチン勢力が内部から反乱を起こさないかな。ロシア国民は今すぐプーチンを引きずり下ろさないと国が消えるぞ。ロシアやるかやられるかって状態だけど、運よくやれたとしても周り敵だらけでもう積んでる状態に見える。国民もこれからあそこの生活になりそうだし、ロシアはもうプーチンがあれの最後みたいな展開にならないと収まりつかない。逆に言えば上層部の人間が何人か捕まるだけでロシア国民は助かるんだがな。泥沼化確定。つか西側は分が悪すぎるわ。一発でもあれ撃たれたらよくて引き分け。正面衝突は下策。やはり露国内を煽って空で手引きした方がいい。ロシアは実際のところもう積んでるわ。ウクライナは兵站を世界中が担ってくれるから、これからほぼ無尽蔵に物資届くけど、ロシアは現状の物資切れたらアウト。いくら屈強な兵士でも弾薬がないと戦えない。ロシアにどのくらい備蓄あるのかは知らんけど、これ以上時間もかけられない。ネット情報では10日間しか持たないとか言うが、春になって地面がぬかるめば戦車、装甲車は動けないし、物資の補給もできなくなる。実際短期で決着つかなかった時点で罪じゃねえかな。仮に今後ウクライナ掌握できてもあれ解かなきゃいかんし、あれ解けても他の国と再度信頼を取り戻さないといけないしで、マイナスでかすぎる。中国のプーがいつロシア側に参戦表明するのか、はたまたロシアを裏切るのか、ここから見ものだな。ロシアはウクライナへのあれが成功しようと失敗しようと政治と経済の両面で積んでる。むしろ注目すべきは失墜するロシアを支援した中国の趨勢よ。アレ県の主軸2国の統制が乱れたら
両国の国境付近に数多くある自治区や共和国は動乱のるつぼとなるだろう。ユーラシアに嵐が来るぞ。はっきり言ってあそこだわこれ。ウクライナ出身の政治評論家ナザレンコ・アンドリーさん、言っておくが威勢のいいことを言うならエンジョイ家論を唱えるのは橋本氏や日本の左だけです。現地の人はそう思っていない。我々は戦っているからできることから支援してが本音。寄付でも情報拡散の応援でも全て感謝する。アレシャへの妥協を強要することこそ、あれ？現地の民兵に聞けばわかる。以上、日本国内ネットの声。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音を、お願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横に、ベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。